アりムさんごこちは。ひこでそれでは今回なんですけども、ペイペイが声優、そしてサニーでも決済可能に9月のワクワクペイペイの準備ということで、今回はほぼお題の通りなんですけども、僕的にちょっとした嬉しいペイペイのニュースだったので、お伝えしていこうと思います。 ということで早速なんですが、こちらなんと声優そしてサニーでペイペイが使えるようになるんですよね。まあ僕が住んでいる福岡県は比較的サニーが多くて、クレジットカードは使えるのでちょくちょく利用していたんですが、まあスマホ決済な生活をするようになってからサニーに行く機会が結構減っていたんですよね。まあそれが今回ペイペイが使えるようになるのは個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。すいません、個人的な話になってしまって。まあ今のところ9月1日から使えるようになります。 そして、ユーザースキャンの方式になるので、自分らが加盟店のバーコードを読み取って支払うという流れになります。そして、来月から開催される9月のワクワクペイペーこのキャンペーンは、スーパーマーケットが対象になるので、こちらも対象となるということでした。まあ5、5%から10%の還元ということですが、うまく使いたいと思います。 ちなみに9月からは、このライフというスーパーも対応するということ。あとは、PayPay のホームページから引っ張ってきたんですが、現在は、総合スーパー、そしてディスカウントストアなどまあ、こちらが PayPay に対応してるという感じですね。まあ、多分、個人経営なスーパーとか、小規模なスーパーは記載されてないと思いますが、もっとスーパーが PayPay 含めて、スマホ決済に対応するとかなり利用者も増えることはありそうですよね。まあ、ちなみに PayPay の利用できるお店は、毎週木曜日に更新されています。ということで、PayPay についてお伝えする とまあ、ちょっとですね。まあ、このまま終わるとあまりにも尺が短すぎるので、ちょっとした雑談なんですけども、まだですね、どこのタイミングでするかっていうのは全然考えてないんですけども、YouTube の生配信にちょっとチャレンジしようかなというふうに思っています。というのも、まあ、普段いろんな視聴者さんからありがたいことにたくさんコメントいただいて、結構学べることがあったりするので、まあ、それは生配信だったら直に聞けることもできるので、まあ、ちょっと生配信をしようかなというふうに検討しているところではあります。まあ、実際にそれが視聴者さんに対して してて需要がああるるかかどどうかっていうっいのはは謎ではあるんでんすけどもまあ、僕の新たな取り組みとして、ちょっとやってみたいなっていうふうにも思っています。まあ、その時はもしかしたら事前告知なしで、急に始めるかもしれませんし、告知する時もあるかもしれませんので、もうそれはご了承ください。まあ、そんなこんなで今回は、声優とサニーが PayPay ペイペイに対応、そしてもしかしたらどこかのタイミングで生配信をするかもということについてお伝えをさせていただきました。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。